はい、どうもひろきです。今回やっとオリジナルのドラマ水星が公開されました。わい。はい、ということで、これね、どこで見れるかっていうと UM のチャンネルにて見れます。説明欄にリンク貼っておくので、ぜひそちらから見てみてください。まあ、今回第1話ということで、まあ、何話か続く予定なので、はい、チェックよろしくお願いします。そしてね、たくさんの方、 YouTuber さん、あとはスタッフの皆さん、そして視聴者の皆さんのご協力があって、今回やっとね公開できたというところで、本当にありがとうございます。水星はまだ続くので、はい、引き続き応援よろしくお願いします。あと今回、楽曲も同時に配信しています。はい、水星っていうねタイトルの曲と翼っていう曲2曲、僕が作詞作曲させていただいて作っています。で、編曲っていう面では、毎回ねお世話になっています、ゲニウェイこと岡戸氏ですね、に編曲していただいて、すごいクオリティの楽曲になっているので、ぜひそちらも聴いていただけたらと思います。で、歌っているのはもちろんペケタン君とムカホ君となっています。チャンピオンロードに続きね、今回もう3曲になりますね。ありがたいです、本当に。はい、一緒にものを作れてこう嬉しい、もうそれしかないですね。楽しいし嬉しい。はい、本当にありがとうございます。感謝しています。そしてこの水星のドラマもね、もちろん見ていただきたいと思っています。ちょっと内容、そのドラマの内容自体に関しては、もともとちょっと僕が考えていたそのお話からかなり削って削って削っての一部分をこうドラマ化してるっていう感じなので、まあ、良くも悪くもそういう深い、お話にはなってないので、分かりやすい、ストーリーになっているので、ライトな見やすい、ドラマになっているかなとは思います。そして今回このドラマが立ち位置的にちょっとプロット版みたいな扱いにはなってしまうものなんですよ。このプロット版を作って、すごい皆さんの評価っていうか手応えがあれば、まあ、がっつりしたこれのちゃんとした水星の完成版みたいなのを作るかもしれないですし、また別のお話からでドラマ作るかもしれないので、ちょっと挑戦、新たな挑戦っていうところで、ちょっと短めのねドラマっていうのを今回作らせていただきました。気構えずにサクッと見ていただければ一番いいのかなと思っていますので、楽しんでください。というわけで、今回は水星ついに公開しましたという動画でした。ひろきでした。じゃあ